ビシュベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバンベルク軍に属する町村で、バンベルクの西約5キロメートルのレグニッツ川とマイン川の合流地点に位置する。町の名前はビスコフスバーグに由来する。ビュルツブルグ市境が、このマイン川とレグニッツ川との重要な合流地点に、町を築いた人物とされる。ビシュベルクは、 オーバーフランケン西部計画地区に属する。最も近い鉄道駅はバンベルクあるいはハルシュタットに位置する。この町は5つの地区からなる。このうち孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ビシュベルクは世俗化までバンベルク市教本部領に属した。1580年以降ビショフスベルクは公的に知られるようになった。重要な省エン領主に ミヒエルスベルク修道院があり、18世紀には村の領主も兼ねた。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降はバイエルンに属した。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体例により現在の自治体が形成された。マイン川とレグニッツ川の合流点に面したビッシュベルクの位置は、 フランケンバルトからのイカダ流しの重要な中継点の一つであった。イカダ流しの歴史においてビッシュベルクは2番目の中継点と位置づけられていた。クローナハ近隣地域からのイカダ流しの最初の中継点はシュビュールビッツ。その次のイカダ流しの中継点がビッシュベルクであった。道路と鉄道の発達によりイカダ流しは絶滅した。連邦道 B26 アウトバーン A70、バンベルク群動 BA36、シバス6系統がバンベルクと OVF601 系統がプリーゼンドルフとを結んでいる。ありがとうございます。